本日は、ホワイトルシアンというカクテルを作りたいと思います。こちらは、まあ、ロックスタイルというか、はい、まあ、シェイクも、まあ、しないで、ちょっと強めですね。アルコール度数が強めのカクテルになってます。まあ、グラスの中で作ってしまうカクテルなんですが、このホワイトルシアンは他に、まあ、バリエーションというかルシアンとブラックルシアンというカクテルがありまして、で、まあ、ルシアンはまあ、こういう三角形のカクテルグラスを作るんですけど、でブラックルシアンも同じくこうロックグラスとか、オールドファッションのグラスというか、ちょっとこう、そこがこう、そこが広くて足がないグラスですね、はい、グラスに作るという感じですね、はい。で、まあ、自分はちょっと、まあ、個人的にホワイトルシアンは好きなカクテルで、ですかね、お酒自体アルコールの分量自体は、まあ、ちょっと多いんで強いんですけど、まあ、なんていうのかな、飲み応えがあると言いますか、はい、でなので好きですね。なので、まあ、あまりお酒強くない方は、というか酔っ払ってしまうというか、はい。で、これあのホワイトルシアは生クリームを使うの で生クリームを少しホイップするんですよね。まあ少しですけど、で、まあ、こういう、まあ、小さいシェイカーがあります。で、こちらに生クリームを入れて、まあ、ちょっとシェイクすることで泡立たせるっていう感じですね、はい。なので、ちょっと先に、生クリームを泡立たせます。ちょっとホイップですね、させます。で、生クリームを、小さいシェイカーに、まあ、お好きな分量ですね。自分がまあ、作るホワイトルシアンの分量にもよるんですが、その生クリームをどのくらい浮かべるかみたいな感じにもよるんですけど、で、氷はまあ1個あれば十分かなと思うんですよね。こういう小さいシェイカーなんで、両手で持てないというか、両手で持ったら熱が、これある程度、シェイクしないと空気が入らないんですね。こんな感じですね。で、冷えました。まあ一応シェイクして空気も入りましたって感じですね。
で、ベースはウォッカになります、はい、で今回の、セミナフォーカー40度ですね、40度を使いたいと思います。で、グラスの中で作るので氷を入れます。で、コーヒーリキュールですね、次。で、カルアコーヒーリキュールを使います。はい。ウォッカ40の、カルアコーヒーリキュール20。これもまあ、1対1にしてもいいですし、ですね。まあ混ざったので、これで OK なんですけど。ここでですね、これが、まあ、ブラックルシアンなんですよね、はい、ブラックルシアンに生クリームをフロートさせるのが、ホワイトルシアンなので、で、ここから、シェイクした生クリームをシェイクしちゃうと気泡が入った生クリームをフロートさせます。ちゃんと、まあ、シェイキングしてないと、空気入ってないとあれなんですよね。空気が入ってないと綺麗に浮かばないんですよ。多めに上に浮かべるってのもクルーとさせるってのもすごいいいんですけど、でこちらで完成ですね、ホワイトルシアンでした、はい、まあ、これも本当にすごいコクがあって、まあ、生クリームは入っていますからね、もちろん。でコーヒーリキュール、まあ、ウォッカも多いんで量が強いんですけど、まあ、コクがあってすごい飲み口がいい、見応えがあるというか、まあ、デザートですよね。本当に食後に、まあ、食事中に飲んでも別にもちろん構わないんですけど、食後にこうデザート代わりの、はい、お酒というか、はい、非常に美味しいカクテルで、まあ、自分も好きなカクテルではあります、はい、ホワイトルシアンでした、で本日も、動画の最後にホワイトルシアンのカクテルレシピを載せますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。